ファッション写真。ファッション写真とは、ファッションを写し込んだ写真作品。流行など対象となる服、または、服飾品を身につけたファッションモデルを撮影し、広告、ファッション雑誌などの媒体に用いたりする写真のこと。なお、モード写真という用語もあるが、それはここでの、ファッション写真、着飾った上流階級の婦人を肖像画的に撮影した。 写真ジャックイコールアンリーラルティーグ、ジョック、アンリーラーティーグ1894から1986らを含む範囲の広い用語である。ファッション写真は20世紀に入ってから成立したと言われる。その背景にはファッション写真は報道写真と同様印刷物に掲載されることが前提であり、その当初の媒体であるファッション雑誌の普及が20世紀に入ってからで、 あったという事情がある。二十世紀前半にファッション写真を掲載した雑誌として知られるものは二つある。一つは防具、ボーグ、ボーグで、もう一つは、ハーパースバザー、ハーパーズバザー、1867年ハーパーブラザーズ社より創刊である。この西には多くのファッション写真が掲載され、多くの優れた写真家が育っていった。西は、 人材の起用も画期的で、ハーパースバザーにおいては1930年代半ばから1950年代今つにかけて、編集者、カーメルスノー、カーメルスノー1887年から1961年が登用したアートディレクター、アレクセイ・ブロドビッチ、アレクシー・ブロードビッチ1898から1971の二人の黄金時代があるとされる。一方のボは、 アートディレクターのアレクサンダー・リー・バーマン、アレクサンド・リー・バーマン、1912から1999が1940年代、1950年代に、紙面のデザインを担当して高い評価を得た。初期においては、アドルフ・ド・メイヤー、エイドルフ・デヴイエ1868から1946、防具の最初の専属写真家とエドワードス体験。 エドワードス体験1879から1973、防具が、スタジオにおいて、ピクトリアリスム的なソフトフォーカスなどの手法で、いわば短美的、幻想的かつ優雅なファッション写真を撮影している。これを受けて、セシル・ビートン、セシール・ベアトン1904から1980、 イギリスバンボーグとホルスト・ピー・ホルスト、ホースト・ピー・ホースト1906から1999、フランスバンボーグは、ピクトリアリスムを捨て、シャープな視線で、モデルの撮影を続け、競い合うようにして、スタジオにおけるファッション写真の質を、著しく高めた。この結果、1920年代後半から1930年代にかけて、スタジオにおけるファッション写真では、 最高のモデルを最高の撮影条件のもとで、撮影するというスタイルが確立された。また、1920年代後半には、ジョージホイ人間イコールヒューン、ジョージホイ人間ンンフエネ1900から1968、防具のチファーパースバザーが、屋外に出て撮影したり、複数のモデルを一枚の作品に用いるといった、今まででは考えにくい、手法を用い始めた。 九百三十年代に入ると、ジャーナリズム出身、報道写真出身のマーティン・ムンカッチ、マーチン・モンク・キシー八百九十六から九百六十三）、ハーパース・バザーが登場し、ホイ人間イコールヒューンの手法に加えて、モデルの動きや自然な表情を取り入れた。なお、このような動きは、同時期に、ノーマン・パー・キンソン、ノルマン・パー・キンソン九百十三）。 ハーパースバザーも採用している。また、この時期には、シュルレアリスムの影響を受けた、ファッション写真も登場した。例えばマンデー、マンデー1890から1976、アーウィン・ブルーメンフェルド、アーウィン・ブリアメンフェルド1897から1969、アンドレ・ダースト、アンドレ・ダースト1907から1949らによる作品が、ファッション雑誌に掲載されている。 1930年代後半から1940年代にかけてはファッション写真に演出性が増しストーリー性も生まれているアートディレクター主導といっていい作品も増えてくる女性作家が大きく活躍し始めるのもこの時期であるこの時期を代表する作家の例としては以下のような名前が上がる1950年代から1960年代にかけては 群衆シーンや動物、像など、スナップ写真風などの表現が登場している。具体的な主要作家は以下の通りである。特に、アベドントペンのファッション写真における活躍、他への影響は以前の何者にも増して重要であるとされる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。